そこにいるのは転校生か？やはりそうだ。お前の姿は暗闇でも分かりやすいな。こんな時間に一人でいるなどあまり関心はしないな。野生動物が出没すると説明があったろう？と私が言っても説得力も何もあったものではないな。いや、この先にある温泉へ行こうと思ってな。友果たちは花札に精を出している。邪魔をするのも悪いだろ。そこまで遠い距離じゃない。すぐに着くところだ。夜の散歩だと思えば気分もいい。昼間はとても景色がいい露天風呂だそうだ。夜はどうだろうか。なんだ、興味があるのか。なら行くか。ああ、構わないぞ。いや、まさかだと思うが、お前はその露天風呂について何か知っているか。そうか、知らないか。ならそうだな、一度旅館に戻ろう。多分お前は持ってきてないだろう。水着だよ、水着がいる。やはり山だな。少し肌寒い。私のことより自分のことを心配しろ。お前に風邪でもひかれたら困る。ところでさっきは何をしていたんだ。夕涼み？なかなか風流だな。この季節ならとても気持ちがいいだろう。ここでは風邪をひきそうだが、私も街を歩いてみるかな。あ、見えてきたぞ。あそこだ、例の露天風呂。何を慌てている？水着を買ったなら分かっているだろう。翻訳だ。都合のいいことに私はもう学園生ではない。校則違反にはならないな。風紀委員でもない。それに何より水着を着るんだ。プールみたいなものだろ。水着だと完全にリラックスできないが、いいな。こうして明かりのほとんどない中、星を見ながら風呂に入る。なんともおつなものだ。どうした、転校生。あのな、あまり意識しないでくれるか。私だって言葉ほど平気ではないんだ。ほら見ろ、私も恥ずかしくなって。